うん、これも、お前知らんやろ、知らん間に大ピンチやってんで、え？ラジオバンダリ。何がいいな？もうこんな常にピンチやろ、こんなもん。いや、ほんまにピンチやった。何がいいって？なんか、Google からメール来て。もう、え？もう。いや、YouTube と Google なんか提携してるから、まあアカウントが一緒なの。Google アカウントと。で、別の場所からアクセスされた形跡あるけど、って言って。お前？もう、俺なんか携帯がなんかいじったかな、みたいな。思ってて、この場所心当たりありますか？って言ったら、なんか中国の地図で見て。やられたね。やられたないね。ならパスワード変えてって。抜かれてた ね。一応ブロックしといたけど、ないならパスワード変えとけ。ああ、ブロックしてくれんねや。危なかったね。ラジオバンダリーが、なあ、広東語で。乗っ取られる危険が。それはそれでよかったけどな。勝手にあげられてたら。Google アカウントって、あれ よ。抜かれんねや。抜かれたら結構困る。あ、そう？メールとか。メールとかが、なんかいろいろ登録してるもんが多分、ほぼこれやそうか。から。危ないな。結構何でもできんちゃうかな。Gmail も Google？ ああ、危ないね。危ない。金は落とせると。あんまかいな。そんなこともしてんのかい。危なかったな。いや、乗っ取られるとこやった。えらい人気が出てきたと。いや、関係ないやろ。無作為やろ、あれ。中国人だ無から。作為や無作為で抜いてるやろ。聞いて、抜こう思ったんじゃない？あ、こいつらいけそうやな。言ったらもう失礼になっちゃうけどな。失礼しちゃうわ。まあ、Google さんがブロックしてくれたから。ああ、してくれねえね。助かるわ。